不動点を作図する方法は、ユークリッド幾何学では、次のようになる。随時、不動点の作図正方形 ABCD と、合同な正方形 ABCD が、任意に重なっているとき、これらを重ね合わせることは、不動点 O を中心にして、正方形 ABCD を回転することで、できる。これ以外に、西山の定理による作図法がある。相似変換における、 不動点の作図には、次のようなものがある。図に、不動点の作図辺 AB と、辺 AB が交わる点を P とする。交わらない場合は、AB を延長させて考えること。P と A と A の3点を通る円、P と B と B の3点を通る円を描く。この2つの円の交点 O が不動点になる。図にが作図の例であるが、o と OAB が相似の関係になっていて、 O を中心に縮小させながら回転すると、変 AB が、変 AB に移動することが理解できるであろう。図3、不動点の作図もう一つの作図法は、アポロニウスの円を用いる方法である。長方形 ABCD と長方形 ABCD において、頂点 A と頂点 A からの距離の比が、相似比となる。点の軌跡を描くと、頂点 A と頂点 A を結ぶ。 直線上に直径が来るアポロニウスの円 O1 となる。同様にして、頂点 B と頂点 B からの距離の比が、相似比となる。点の軌跡を描くと、頂点 B と頂点 B を結ぶ、直線上に直径が来るアポロニウスの円 O2 となる。この二つのアポロニウスの円の交点 O が不動点となる。実際に、OA、OA イコール AB、AB、OB、OB イコール AB、 AB となっている。合同変換の場合と同様に、掃除変換の場合にも、西山の定理による作図法がある。MS クラム金数学オリンピック問題集アメリカ編東京図書、1990年7月、P73HSM 国セターチョ、銀、林博志役、幾何学入門、明治図書、1965年、ピアニッシモ70から79。 ありがとうございます。